皆さんこんにちは。女子プロテニスプレーヤーの大坂なおみさん、世界ランキング1位になったこともある実力者ですが、今は休養中ということですね。今回は大坂なおみさんが抱える病、起こした不祥事、大坂なおみさんの子供や父親について見ていきたいと思います。2018年から長期間続いているといううつ病に悩まされていることを大坂なおみさん自ら発表しました。うつ病をカミングアウトしたことに対する勇気を褒めたたえる人たちがいる一方で、大坂なおみ選手は本当にうつ病なのかと違和感を感じている人たちが一部ではいるようです。大坂なおみさんご本人が、私はうつ病ですと言えばそうなのだろうと思いそうですが、なぜ一部の人たちからは厳しい批判を受けてしまうのでしょうか。その理由の一つには、世間には大坂なおみ選手がやりたくないこととやりたいことを選んでいるように見えるからかもしれません。試合後の記者会見は大坂なおみさんにとって負担が大きいようです。大坂なおみさんは試合後の会見を拒否したことがありました。会見を拒んだ理由を、メディアに向けて話すことに不安を感じていて、自分を守るためにやめた方がいいと考えたと説明しました。記者の中には、意地悪な質問をしてくる場合もあるからのようです。他のスポーツでも、今の質問は失礼じゃないと思うシーンをたまに見かけますよね。しかしナーバスな精神状態であると伝えられた一方で、2021年9月13日に米国ニューヨークで開催されたファッションイベントメットガラには余裕を感じる雰囲気で登場した大坂なおみさん。大坂なおみさんは目の周りを赤いアイシャドウで囲み、奇抜な髪型と個性的なルイ・ヴィトンのドレスで、数々のゴージャスな来場者の中でも群を抜いて目立っていました。 SNS を見てみると、メットガラにド迫力コスチュームで登場した大坂なおみさんを見て、本当に鬱なのと思った方を参見しました。もしかしたら大坂なおみさんは医師からうつ病と診断されたわけではないのかもしれないなと思いました。大坂なおみさんがうつ病を SNS で公表した時、英語を使っていました。デプレッションという英単語の意味には、うつ病、憂鬱などなど気分の落ち込みを意味する和訳にも様々な意味合いがあります。もしうつ病と診断された患者として大坂なおみさんを観察すると、その行動に違和感を感じる人がいても不思議ではない気もします。うつ病と診断される状態にある方の中には、表情が乏しくなり会社に行くことができなくなったりして、社会と積極的に関われなくなってしまう深刻な人もいるからです。ただし、うつ病には個人差があるそうなので、この限りではありません。ただ病気として診断されるうつ病とうつ状態にあるのとでは状態が異なるようなのです。誰でもうまくいかないときは気分が塞いでしまいますよね。心がぼんやりしている様をうつらうつらしていると表現できますし、大坂なおみさんはインパクトが強く、行動や発言にも世界から注目を集めている最も影響力のある女性アスリートです。うつ病なのかうつ状態にあるのか、その曖昧な報じられ方次第で、同じ病気と向き合っている人が病気に対する誤解を周囲から受けかねないのではと危惧する声も一部ではあるようです。次は大坂なおみさんの起こした不祥事について見ていきたいと思います。四大大会の全豪オープンに出場するはずの大坂なおみさんが現地入りせず、行方不明状態となりました。当時はたびたび精神状態が不安定と話題になる大坂なおみさんですが、2023年1月16日に開幕するテニスの四大大会の全豪オープン予定なはずが、エントリーはしてあるもののオーストラリア入りした形跡がない、つまり行方不明、心配している人も多かったのですが、バックレって声もあったりもしました。体調不良で欠場だったら理由が明確なので良さそうですが、失踪で行方不明となるとスポンサーにも迷惑がかかってしまいますよね。精神的に不安定なのか分かりませんが、こんな仰天トラブルでは今後の起用に影響しそうですよね。大坂なおみさんは2023年1月11日自身のインスタグラムで妊娠したことを発表しました。スポンサー契約もしてて、計画妊娠ではないとなるとスポンサーも振り回されそうって言われてる。おみさんの行方不明騒動になった理由は妊娠だったようです。また2021年9月に行われたテニスの四大大会
全米オープン大坂なおみさんがラケットをコートに投げつけていたそうです。大坂なおみさんは過去に何度かラケットをコートに投げつけてました。おまけにスタンドに向かってボールを強打して審判から警告を受けていました。大坂なおみさんは当時世界ランキング3位、対戦相手は世界ランク73位のレイラ・フェルナンデスさん。序盤は落ち着いていましたが、タイブレークで先行されるといつものイライラが。0対3になるとついに怒りを抑えきれずラケットを叩きつけてしまいました。続けてポイントを奪われ、またもラケットをコートに投げつける始末。さすがにテレビ局の解説陣からは残念な行為と指摘されていました。さらに第3セットではファーストゲームをブレイクされると、八つ当たりなのか受け取ったボールをスタンドに向かって打ち込み、これは審判から警告を受けて当然かもですね。この話題は瞬く間に報道され、ヤフコメでも批判のコメントが殺到していました。イラつきを物に当たったりスタンドにぶつけたりと、スポーツマンとして考えられませんよね。テニスラケットは一流の職人が心を込めて調整され、ストリング張りもそうです。それを故意に叩き壊すってテニスをする資格はあるのでしょうか。次は大坂なおみさんの子供やその父親について見ていきたいと思います。大坂なおみさんの子供の父親は公開されていません。しかし以前から大坂なおみさんがお付き合いしていた米国ラッパーのコーデーさんが有力であると言われています。2人は2019年に熱愛発覚後からオープンな交際を続けてきました。一時大坂なおみさんとコーデーさんは破局説がありました。その後は2人の仲良しな画像などを SNS に投稿しており、交際は順調に続いていたようです。破局説はガセだったのか定かではありませんが、よりを戻したのかもしれませんね。コーデーさんは2019年にソロデビューアルバム「ザ・ロスト・ボーイ」をリリースしました。第62回グラミー賞で最優秀ラップアルバムにノミネートされるほどの実力者です。コーデーさんが大坂なおみさんに一目惚れをして、もうアプローチが実を結び、交際がスタートしました。一時は破局説がありましたが、妊娠報告があったので2人の交際は順調のようですね。このコーデーさんは2020年7月にケンタッキー州で行われた黒人差別抗議デモに参加し、逮捕されました。罪状は迷惑行為や不法侵入の罪とされています。デモに参加したコーデーさんを含む86人は、ケンタッキー州の司法長官の自宅敷地内でデモを行っており、警察に退去を命じられたが応じずに逮捕に至ったようです。動画の中で警官に拘束されて立っている白い T シャツの男性がコーデーさんと見られています。このデモでは暴力行為などはなく、聖歌を歌うなどの平和的なデモだったようです。この逮捕により2人は結婚できないとも言われているようですが、真相は不明です。そんな2人ですが、破局したという噂が広がっているようです。2019年に交際をスタートさせ、今年7月には第一子となる女児が誕生したビッグカップル。順風満帆な生活を送っているかと思われましたが、米週刊誌はナオミ大阪がラッパーのコーデーさんが写った写真を SNS から削除、不可解な行動で決別をほのめかしていると銘打ち以下のように伝えました。26歳のテニススターは火曜日に X と Instagram からラッパーに関する投稿を削除したことで、4年間共にしたコーデとの関係に終止符を打ったのではないかという憶測を呼んでいる。すでに相互フォローを解除している2人。同誌は X に大坂なおみさんが綴った意味深な投稿に目をつけていたのです。先月27日、自分を愛するという技術と記せば、誕生日の翌日にはただ一緒に夕日を眺めてくれる人が欲しいなと寂しげにつぶやいていました。2019年、2021年と2度制覇する全豪オープンから復帰予定だった大坂なおみさん、ママさんプレイヤーとして果たして再びコートに戻ってくるのでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は大坂なおみさんについて深掘りしてきました。大坂なおみさんはなかなかの破天荒ぶりを発揮しているようですね。今年1月に生まれた子供の父親とも結婚はしておらず、その上破局したと伝えられていますね。2024年に復帰とも言われていますが、大丈夫なのでしょうか。今後の大坂なおみさんの動向に注目が集まりそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。